公開標本デジタルデータベースみんなの博物館。これまで公開されていなかった貴重な標本を未来に残すため、7つの博物館が協力してデータベースに記録しました。その貴重な標本の一部を特別にご紹介します。今回訪れたのは北海道大学総合博物館。1999年に開館したこの博物館は、北海道大学のさまざまな研究の伝統を今に伝え、最先端の研究をさまざまな実物資料や映像で展示・紹介しています。さて、ここ北海道大学総合博物館にはどんな標本があるのでしょうか。今回はこの方にご紹介していただきます。小林先生。はい、北海道大学総合博物館の小林義次です。私はこの博物館でお仕事をしています。今回は非公開標本というものを中心に皆さんにいろんなことを楽しんでもらいたいと思っています。非公開標本とは何かと言いますと、今私は展示室でこのお話をしていますが、いろんな展示物があります。そういうものではなくて、実は収蔵庫にはたくさんの標本がまだ眠っていまして、その公開されていない非公開標本を中心にみんなの博物館というウェブサイトでアクセスしてもらって、この標本を楽しんでもらいたいと思います。それでは早速非公開標本を見に行きましょう。はい、早速ですけども、ここは古生物学、化石がたくさん収蔵されている部屋に来ています。で、今回の非公開標本がここにたくさんあるわけですけども、例えばこれ全部引き出しがあって番号がついていて、それぞれの引き出しにたくさんの化石が入っています。これは展示室では公開されていないので、今回初めて皆さんに見ていただく、楽しんでいただく標本になります。例えばこれは植物化石の標本になっています。古い昔採集されたもので、これ赤い紙というのはタイプ標本と言われていて、これを元にして名前が付けられた非常に世界に一つしかない貴重な標本です。で、こういうのは一般の方には見てもらえないので、いつも収蔵庫にあるわけですけども、今回はこういうものの写真であったり、あとは3次元のデジタルデータであったりというものがそのウェブサイトに出ていますので、皆さんで検索してですね、そしてこうバーチャル的に皆さんに観察してもらって、それぞれのそのコレクション博物館というものを作ってもらったらいいかなと思います。で、このように今これ一つの引き出しですけれども、もう全部この引き出しにはたくさんの標本が入っていて、こういうふうにして大事な標本というものが保管されているのが収蔵庫、これ古生物学の収蔵庫になります。はい、それでは次の考古学の先生の枝先生、よろしくお願いします。はい、総合博物館の考古学担当の枝です。私は遺跡から出てくる動物の骨を中心に研究しています。北海道大学総合博物館の考古学分野では、オホーツク文化と呼ばれる人々のものについて収蔵展示をしています。私たちの分野でご覧いただきたいのは、骨偶というふうに呼ばれる道具です。こちらはネズミザメの吻部の軟骨を利用して作成したものです。実際のところ何に使ったのかよくわからないというものではあるんですが、オホーツク文化の遺跡、特に角界一遺跡からはこの道具が非常にたくさん見つかっています。ぜひ皆さんのマイ標本で集めてご覧いただければと思います。続いては植物担当の首藤先生です。首藤先生、お願いします。はい、総合博物館で陸上植物を担当しています首藤と言います。よろしくお願いします。ここはですね、総合博物館の3階の、陸上植物標本庫です。で、今日僕が紹介する、未公開標本はですね、この耐火金庫の中に入っています。小林先生が紹介していた、タイプ標本はですね、陸上植物の場合は400点以上あると言われていますが、まあ、考えたくはないですが、総合博物館が燃えてもですね、タイプ標本だけは、きれいに残るように全てこのような耐火金庫に入っています。では開けてみたいと思います。はい、
今回ですね、僕が紹介するのはこのテショコザクラという植物の、タイプ標本、レクトタイプと呼ばれる、標本に、なります。テショコザクラはですね、1928年に、北海道大学の、テシオ演習林から、発見されて、記載をされた植物です。世界中に、見てもですね、北海道のテシオ地方の、蛇紋岩地のみにしかですね、分布しないと言われている、非常にですね、珍しい植物です。日本の桜その仲間はですね、この植物以外はですね、ほとんどはですね、花がピンク色なんですけれども、テシオコザクラはですね、非常に、白い花を持っているというので、特徴的な植物で、非常に、有名だと思います。次は、岩石鉱物担当の北野先生、よろしくお願いします。はい、総合博物館の北野です。私が今回紹介したいのはビリディン片岩という標本です。このビリディン片岩というのは変成岩という岩石の一種で、ビリディンという世界的に非常に稀で、日本では北海道でしか産出しない希少な鉱物を含むことが特徴的です。で、このビリディンという鉱物はこの岩石の緑色の今四角形の形をしている鉱物で、実はビリジアンという色の名前に由来する鉱物になります。透明で美しいビリディンは宝石としても扱われています。この緑色のビリディンなんですが、実はもともとはこの光柱石、紅色の柱の石と書いて光柱石という鉱物の仲間なのですが、この光柱石にマンガンが多く含まれると、先ほどのようなビリジアンという緑色の綺麗な、ビリディンになるということになります。またこの標本には、緑色のビリディン以外にも淡い桃色を示す光蓮石という鉱物と、白くキラキラ光る白雲という鉱物がたくさん含まれており、この石は非常に見た目が美しい標本となっています。このデータベースを通してぜひ皆さんにビリディンをはじめいろんな鉱物を観察してもらえたらなと思います。それでは小林先生にお戻しします。はい、江田先生、首藤先生、北野先生、ありがとうございました。皆さんいかがでしたでしょうか。お気に入りの標本は見つかったでしょうか。非公開標本は実は今回紹介した以外にもまだたくさんあります。皆さんぜひですね、自分のお気に入りの標本というものを見つけてもらったらと思います。紹介してくれた先生たち、どうもありがとう。今紹介した標本以外にもデータベースには3万点以上の標本が登録される予定です。これらの標本は非公開標本デジタルデータベースみんなの博物館というサイトで見ることができます。そしてその中には自分の好きな標本を集めることができるマイ標本という機能もあるんです。使い方はとっても簡単。気になるものを検索して表示された標本画像のマイ標本に登録のアイコンをクリックするだけ。右上のマイ標本のアイコンから登録した標本をいつでもチェックできるよ。みんなも自分だけのマイ標本を作ってみよう。